尼子の家臣山中鹿之助。執念の将として知られる彼がこよなく愛するもの、それが温泉であった。日々の疲れを癒すべく温泉巡りの旅に出た鹿之助は、旅先で偶然西下孫一と出会う。鹿之助に名湯の情報を尋ねられた孫一は、西方のとある温泉の名を口にする。孫一のもたらした情報に目を輝かせる鹿之助は、渋る孫一を伴い温泉探しに向かうのだった。名湯捜索船。一番ブーロが俺を呼ぶ。はあ、気の抜ける歌歌いやがって。たく面倒なことに巻き込まれちまったな。尼子の坊主、ここに来るまで何度も言ったが、俺はお前が目指す温泉の場所は知らねえからな。分かってる、だから探しに行くんだろ。俺は必ず一番風呂に入ってみせるんだ。誰も入ってない湯にザブンと浸かる快感といったら。ああ、考えただけでうずうずするな。はいはい、そうだな。だがな、温泉に一番風呂もクソもねえと思うのは俺だけか。ああ、なんか言ったか。ほら、さっさと行こう、孫一さん。おいおい、聞こえてねえのかよ。たく、都合のいい耳してやがるぜ。よし、俺の出番だな。さてと、片付けちまおうか。温泉を探そう。まずは近くの人から手がかりを聞き出すか。どうやら俺たちの他にも湯を求める武将がいるようだ。何事も起きなきゃいい。長尾さん、温泉の場所知らないか。俺たち一番風呂に入りたいんだ。悪いが、それは教えられねえ。一番風呂は俺と安家がいただくからな。一番風呂知らないのです。私、一番風呂欲しいです。竹千代のためにもさっさと温泉を見つけねえと。覚悟はいいか。終わらせる。俺から逃げられると思ったか。出番だな。私、退却します。ほら、どっちが好みだ。そこだ。おや、この地の温泉をこよなく愛する武将がいるって聞いたな。この地の温泉を愛する武将か。そいつなら温泉の場所も知ってるかもな。いざ、まだ見ぬ人を探し当てようぞ。信玄よ、そなたの魂も清まるとよいな。任せ、剣心。
貴様こそ湯あたりでもすれば目せぬようだ。剣心と信玄、噂じゃ二人とも相当の温泉通らしいじゃん。お前たちも温泉を探しに来たのか。こいつ先越されるわけにはいかねえな。何か手がかりを得られるかもしれねえ。急いで奴らを追うぞ。覚悟はいいか。終わらせる。悪いな竹千代。父上、友もつけず一体どこへ。あれは武田の温泉について何か知ってるかな。南東の道、どうにも怪しいんだ。よし、あそこから向かってみようぜ。覚悟はいいか。イエス、ひとっ風呂浴びる前に鍛錬しようぜ。そうすりゃもっと気持ちよくなるからよ。そうでしょうか。私はすぐ湯に浸かりたいのですが。出番だな。容疑を喰らえ。俺から逃げられると思ったか。息は見せたわ。もうよかろう。わざわざ撃たれに参ったか。覚悟はいいか。終わらせる。俺から逃げられると思ったか。聞かせていただこう。なんだそなたは。私は忙しいのだ。話なら後にしてくれ。こいつは見切れねえぞ。敵将、討ち取ったりだ。耐えきれる。聞かせてもらう。覚悟はいいか。終わらせる。まだ倒し足りない。覚悟はいいか。終わらせる。温泉か。良いな。いつか私もゆるりと。いかん。今は父上を探し出さねば。大した手がかりは得られなかったな。俺から逃げられると思ったか。相手ではなかったか。終わらせる。うまい。
決まった。まだ倒し足りない。おお、お前らいいところに。温泉前の鍛錬に付き合ってくれよ。こいつは見切れねえぞ。こいつら温泉の場所を知ってそうだな。引き出すとするか。そこだ。容疑を喰らえ。歩行にあると聞き及んでいる。よし、下へ向かおう。待っと、一番風呂は俺のものだ。やれやれ、すっかり到着が遅れたな。兄上を探して合流しないと。せっかくの慰安旅、遅れるわけにいかねえ。高影はこっちの方にいんのか。黙れろ。まさか毛利も一番風呂を狙って。そうはさせるか。毛利だけには一番風呂は渡さない。おい、今は毛利に構ってる場合じゃ。たく仕方。これ三つぶち、道に迷ったではないか。温泉はどこにあるのだ。落ち着いてくだされ上様。この三つ口が必ずや温泉を探し当てます。開門。おい坊ちゃん、俺たちの邪魔はさせないぞ。しか、君がなんでここに。おい、いきなり攻撃するやつがあるか。家族水入らずを阻まれるとはね。俺から逃げられると思ったか。温泉郷の静寂を乱す輩はどこだ。わしが成敗してくれようぞ。おじい様、テルモとも共に参ります。早く倒して土産を買いに向かいましょう。どこまで俺の邪魔をするんだ。高影と元春はまだ到着せぬのか。仕方あるわ。わしと照元で湯を味わうか。決まった。あの人ミキの行楽なんていつぶりかしら。こういうのたまにはいいものね。温泉楽しみだな。早く入ろう姉様。開門。短期がけとは敵ながらあっぱれです。しかも騒いでおったのは貴様か。風流を介せぬ獣めが買ってくれるわ。探
しているだけだ。そこをどけ、じいさん。覚悟はいいか。敵将、やってやったぞ。皆さん、申し訳ありません。温泉ならば北西の砦から迎え、一刻も早く起用せよ。温泉の場所を教えてくれるなんて邪魔して悪かったな、じいさん。よし、これで温泉の場所は分かった。急いで北西の砦に向かおう。温泉地で暴れるとは風情のわからんやつめ。先輩、さっさと懲らしめてやりましょう。こんなところでまで戦いたくないんだけどな。どうだ、おい、そこにいるのは誰だ。俺たちの邪魔するつもりかよ。落ち着いてくれ、ミスキ。わざと近づいたわけじゃないんだって。あれは羽柴だ。あいつらを倒さないと北西の砦は迎えねえだろう。しかし、ここにいる人たちはみんな温泉が大好きなんだな。そんな人たちと競ってまで一番風呂にこだわる必要って本当にあるのか。天下無双か。嬉しいもんだな。一番風呂なんざどうでもいいってのによ。さっさと汗を流したいもんだ。私、ここまでなので。決まった。なんだ、俺の勘違いか。じゃあな、お互い楽しもうぜ。敵将、やってやったぞ。まだ倒し足りない。鹿之助、暴れていたのはお前だったか。憩いの地を荒らすとは無粋な奴め。待ってくれ、勘兵衛。俺はただ温泉を楽しみたいだけなんだ。その無謀は見過ごせないな。やってやる。終わらせる。俺から逃げられると思ったか。おのがし存じ見通せなかったか。君たち、よっぽど温泉に入りたいんだね。温泉はこの先だよ。ほら、行っておいで。やった、これでようやく一番風呂にありつける。開門。ちょっと待った。この地の温泉を一番に愛しているのはこの羽柴秀吉様だ。一番風呂は渡しゃしねえぞ。覚悟しろ。秀吉、あいつも一番風呂を狙って。まずいな、急いで砦に向かわねえと。って温泉に一番風呂なんかねえっての。たくどいつもこいつも。まさか横槍を入れられるとはな。諦めないぞ。一番風呂は必ず俺が。おいおい、あいつらまだ諦めないのかよ。こうなりゃ残された道は一つか。やい、お前ら、
一番風呂に入りてえならオイラを倒してからにしな。勝利条件変更。覚悟はいいか。終わらせる。オイラの負けだ。一番風呂は譲ってやるよ。終わらせる。いや、いいよ。やっぱりみんなで入ろう。きっとそれが一番なんだよ。俺だけじゃなく温泉を愛するみんなで入る湯はきっと何より気持ちいいはずだ。おい坊主、よかったのか？あれだけ一番風呂にこだわってたのによ。ああ、俺は分かったんだ。温泉は一人だけで楽しむもんじゃないって。ここにいる温泉を愛するみんなで安らげるひとときを共にするのが本当の一番だったんだ。まあ、お前がそう思うならそれでいいさ。そもそも温泉に一番風呂なんてねえんだしよ。あ？確かに。野口さん、なんでもっと早く言ってくれないんだよ。いや、俺は言ったぜ。まあ今となってはどうでもいいじゃねえか。じゃあ野口さん、今から俺ともう一風呂浴びないか。あ？別に俺は仕方ねえ、今回だけだぞ。ありがとう。よし行こう。みんなで温泉を楽しみに。